皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は7月28日の今早朝に動画を撮ってますけども、昨日は一日ちょっと曇り空で、久しぶりに30度に気温がいかない感じで、涼しい一日だったんですけれども、先日の動画で、こちらハードディスクが壊れちゃったっていう話をしたんですけれども、まあこのディスク、2テラの容量があるんですけど、まあ、そのうちの 1.5 テラくらい、データが詰まってて、まあ、できれば、まあ、丸ごとデータは復活させたいですけど、いざ、まあ、例えばそのデータを復旧してくれる業者さんに頼んだりすると、一体それいくらで復旧してもらえるのかっていうのは非常に心配なんですけど、まあ満単位になると思うんですけどね。そんなところに、まあ金は使いたくないけどデータは復旧させたいという、まあちょっとまあわがままな考えですけれども、まあどうせ、まあ、捨ててもいいデータも入ってるんで、どうせなら自分で直しちゃおうかなと思います。ただこれはあくまで自分が自己責任で行うことなんで、良い子は絶対に真似しないでください。でこの壊れたハードディスク、こちら、シーゲートのバラクータの2テラのディスクで、製造年月がここにあるんですけど、2012年の6月とあります。で、まあ、先日もお伝えしたと思うんですけれども、このディスクのどこが故障したかというと、ハードディスクっていうのは、まあ、こう中に、円盤の、プラッターという、まあ、円盤状のディスクが入ってるわけですけど、それに対してこう、ヘッド、まあ、磁気ヘッドっていうのがこういうアームの先についてこういう感じで時計の針みたいにこう動くアームがあって、それでもってこうデータを読み書きしてるんですけど、まあ経年劣化は当然しちゃうので、まあ5年とかは言われてますけど、まあ平均的な寿命で、それを経過するとこの磁気ヘッドのアームが壊れちゃって、こうカチャコンカチャコンっていうような音がするようになって、データが読めなくなっちゃう、でディスクが認識できなくなっちゃうっていうことが多々あるんですけども、今回ですね、この故障したハードディスクと全く同じ型番のハードディスクをヤフオクで、落札しまして、昨日届いたんですけども、こちら、同じシーゲートのバラクーダ 2000GB 2テラですね。で、まあ、思いっきりこうバッテン書いてあるんで、まあ、壊れてん、これも壊れてんじゃないのかって思われるかもしれないですけど、一応 BIOS では認識できるということで、まあ、ディスクとして、ハードディスクとして使えるかどうかはまあちょっと微妙なところはあるんですけども、今回、修理の内容としては、こちらの壊れたそのヘッドのアームを取り外して、こちらに入っているおそらく正常と思われるアームを移植して、こちらに移植して2個1で使いたい、まあ、こちらのそのアームを復活させて少しでもデータを取り出したいってことですね。まあ一回壊れちゃったものですから、当然いつまたその症状が悪化するかどうかわからないので、まあ、いずれこのディスクは、まあ、完全に新しいハードディスクに置き換えることにはなると思うんですけど、とりあえずそのデータだけを救出するためにそのアームをこう移植する作業を今回やってみたいと思います。まあ、でハードディスク自体、まあ、工場で生産されるときは当然
クリーンルームで作業されるものであると思うんですけども、まあ我が家にそんなクリーンルームなんていうものはありませんので、まあ、極力ホコリが入んないように配慮して、作業をしたいと思います。はい、というわけで、一気にマスク姿になってますけれども、まあ作業するにあたってこう喋りながらやっててこう唾飛んじゃうといけないんで、まあ一応最低限マスクはします。それからまあ素手で触るとこう危ないというか、まあ基板とかまあ精密部品なんで、まあ一応こう手にこうぴったりフィットするゴム手袋ですね。はい、これをつけた上で作業をしていきます。でこちらが今回購入したディスクなんですけど、本体に、直接つないだ時に、こちらディスク4として、出てくるのが、こちら2テラ認識されてて、見割り当てってなってますけど、まあ、多分おそらくフォーマットはされてないんだと思うんですけど、一応こう2テラの今回購入したドライブが認識されています。というわけで、まあディスクとしてはまあ多分使わないと思うんですけど、まあ、部品はその今回故障した部品に関してはこちらのディスクでは多分生きてると思います。じゃあそれではですね、これからハードディスクの分解の方やっていきたいと思うんですけれども、まあ、何度も言うようですけれども、良い子は絶対に真似しないでください。それでは分解にかかりたいと思います。ハードディスクなんですけど、まあ、この上面というかこの上蓋みたいなところに、ネジが 1,2,3,4,5,6 箇所見えています。ただこれを外せば簡単に外せるかというとそういうわけではなくて、実はこの上に貼ってあるこの識別の ラベルの下にもネジが隠れていて、ここを剥がすと、はい、この下にもネジがありますよね。でこのネジなんですけど、はい、こういう感じで、星型の特殊なネジになっています。当然これプラスドライバーとかマイナスドライバーでは開けられないので、専用の工具が必要になります。それで用意するのがこちらなんですけど、これ開けますと、はい、こういった、特殊な精密ドライバーのセットになったやつなんですけど、こちらドン・キホーテで買いました。その中でこちらの星型のビットを使って開くんですけど、その中でもこのサイズ的にはT8 っていうサイズがちょうど合うので、こちらで開けていきます。はい、上蓋のネジ全て外せました。でこれ上蓋はこれで終わりなんですけど、ハードディスク裏を返すとこちらに、コントロール基板がついています。これも一応外しておきます。こちらには T6 というビットがあるみたいですね。じゃあ上蓋開けます。大抵こういう上蓋の縁にはまあホコリが入らないようにこういうパッキンがついてます。はい、これがハードディスク内部になりますけども、おそらく今回故障したのがこちらのこの、アームの部分なんですけど、これがまあハードディスクでよく故障する部分で、故障するとこのアームがこの中に行ったり外に行ったり中に行ったりっていうのを繰り返すようになって、カチャンカチャンとかカタカタっていう音を出して、まあそれでまあハードディスクがちょっとトラブってるっていうのが分かるんですけども、でこちらの本当に鏡みたいにピカピカ光って
ってるのが、これはプラッターという、ディスク本体ですね。で、この磁気ヘッドを外す前に必要な作業があって、これ見るとわかるかと思うんですが、このアームが縦に3枚並んでるのがわかるかなと思うんですけど、これをいざ外すっていう時になって、このまま外しちゃうと、この磁気ヘッドは当然この先端部分、磁気を帯びているので、このまま外しちゃうと先端がこうピタッてこうくっついちゃうんですね、磁気でもって。でそうなっちゃうと、このアームの先端に磁気を帯びたヘッドがついてるんですけど、その磁気を無理やり逆にこう外そうとすると、その磁気を帯びた部分がヘッドからこうポロって外れちゃうみたいなんで、今はこうこのちょっとベージュっぽい色の、これがあることで、それがくっつかないようになってるんですけど、いわゆるこれがアームがこう対比してる状態ですよね。ディスクを読んでない状態で対比してるときは、アームが初期位置、今ここに来てて、このベージュのパーツのところにあることによって、このヘッドがくっつかないようになってます。じゃあ外すときにどうするのかというと、こちら、わかりますかね、適当な箱の一部をこうカットした紙なんですけど、これを2つ折りか3つ折りかにして、こういう風にして、そのヘッドとヘッドのアームの隙間にこう差し込んで、アームがこうくっつかないようにスペーサーとして入れるっていうことですね。ただこの2つ折りになのか3つ折りなのか、はたまた4つ折りにしないとダメなのかっていうのは、製品によりけりだと思うんで、それはちょっとやってみてですね。とりあえず、3枚重ねの方を使って、一応紙挟んでみました。一応これでちょっとヘッドを外してみたいと思います。これ結局こっちは壊れちゃってるヘッドなんで、最悪くっついちゃってもいいやつです。で、この部分なんですけど、これはこの磁気ヘッドのアームを非常に強力な磁石でこう押さえつけてる状態のパーツなんですけど、これ本当に強い磁石らしいんで、外すときとかつけるときが非常に危ないっていうことなんですけど、かなり強い磁石ですね、これね。もう一個外さなきゃいけないネジがありましたね。このアームの、中心に入ってるネジなんですけど、下からもこう止まってるんで、それも外さなきゃダメですね。はい、これで外れると思います。これでアーム外れました。で、心配した磁気ヘッドのところですけど、見えますかね。はい、この3枚重ねの紙を入れることによって、ヘッドはこうくっつかない状態です。ひとまずこちらのディスクはこれで一応外すものを外したんで、一旦蓋を閉めます。
では取り外したヘッドをこちらの元のやつに取り付けていきたいと思います。ヘッドの移植は終わりました。これで動けばおなぐさみです。はい、ネジ元に戻せたんで、これで一回、ラドクのお立ち台に乗せてちょっと動くかどうか確認してみたいと思います。ダメですね。ヘッド変えても同じ症状が起きるっていうことは、もしかするとコントロール基板を新しい方に変えれば治るのかな。お願いだから動いてください。ダメですね。というわけで、さまざま手は尽くしたんですけれども、リスクは治りませんでした。一応、磁気ヘッドを壊れていると思われる今のやつから新しいディスクから取り出したままに交換したんですが、全く同じようなトラブルが、起きてましたんで、これはもしかすると磁気ヘッドのトラブルじゃなくて、このディスク自体がもうダメになってる、あるいは、非常に重度の論理障害が起きてる可能性があるかなと思って、壊れたと思われる磁気ヘッドを取り外して、新しい方の、今回購入した方のハードディスクに取り付けて、でテストしてみたところ、これまた同じトラブルが起きました。つまりは磁気ヘッドもディスクもどっちもダメになってた可能性が考えられますね。どのみち自分には救うことはできなかったんじゃないかなと思います。今回、このような無謀なことをやってみたわけですけれども、自分のようなことにならないように、バックアップはまめに取っておくようにした方がいいと思います。この動画は全然参考にはならないと思いますが、もしよろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。